当事者が身近にいるよという方の方が、さまざまな法規制に対して賛成になるという度合いの割合というものが高くなりました。社会問題などを調査するチキラボは今年4月、一般の1000人を対象に宗教虐待に関するアンケートを実施しました。その結果、全体の 55.8% が思想や心情を理由としても子どもへの体罰や医療拒否については法規制すべきと回答しました。また宗教団体など第三者が保護者らに虐待を仕向けることも法規制すべきと答えた人も 61.2% となり、反対ややや反対を合わせたおよそ 5% を大きく上回りました。このほか、自分のことを宗教2世や3世と認識している人はそれ以外と比べて抑うつを感じる割合が高いことも明らかになったということです。